ええー、こんにちは。速っか、塾の久保です。あの、今日はね、吉谷さん。すべては小さな一歩からというテーマでお話ししようかと思うんですよ。あの、ログ残す6000万、1万の話、なかなか興味深かったですよね。6000万の借金がなくても1円万円すら惜しむ人もいれば、6000万の借金があっても、1万、2万とね、やっぱり前に出ていく人、感謝をちゃんと形であらせる人もいるということでございます。あの、やっぱりね、何が金にがめついかっていうと、いろいろやってもらったのに、微体一文払わないとかね。うん。 なんか、なるべくタダで済ませようというね、えー。そういう人のところにお金が本当に集まるのかなと思っちゃうんですよ、うん。やっぱり支払うべきものにはきちんと支払って、って支払うべき価値のないものは関わりを持たないという形でね、見極めができるようにならなくちゃいけない。何でもかんでももらえるものはタダなら得なんだみたいな考え方はやっぱり違うのかなと思いますよね。うん、やっぱり高い価値のものを割引価格で買うみたいなね。 実質的割引価格です。これどういうことかっていうと、私が1億円を稼げるようになったきっかけは、あるコンテンツを買ったからなんですよ。その価格は40万くらいだったと思います。ただ同然ですよね。<laughs> だからね、今更40万、100万、200万っていう金額に、あの、ぼったくられたとかね、なんか騙されたっていう感覚がもうないんですよ。それをどのように、購入したものをどのように分解して再構築するかは、すべて個人の力量によります。ですんで、マトリックスアフィレートにね、金持ってかれたけども、 でも、ちゃんとそれを活かしてね、やってるわけですよ。泣き言言ってもしょうがないですからね。はい。で、小さな挑戦、小さなね、えー、一歩っていうことはどういうことかっていうと、先ほど私ね、あの、ズームライブしてたんですよ。これはね、私の視聴者さんの中で、うーん、あの、連絡をくださった方がいて、で、そっか塾の熟成じゃないんだけども、久保さん、この水使いませんかって感じで、ダイレクトにセールスが来たんですよね。で、この方法はまあ、売れませんよ、と。 何の信頼関係もなくていきなりセールスですかみたいなね私は買わないししかもいらないしでもそれで終わりじゃないですもしあなたが良ければ私がズームライブを設定しますからそこに出てセールスしてみませんかってお話ししたんですね、えー、そうするとねその方は最初ね顔出しとかね名前出しとか商品名出したりとか社名を出したりとか困るんですよみたいなこと始まったんですよじゃあどうやって物売るんやみたいなねあのビジネスするってことはそんなコソコソ隠れちゃダメですよと って責任持って金つかみに行かないとみたいなことで葉っぱをかけたんですよそしたらまあ分かりました顔出しでやりますみたいな感じでね先ほど顔出しでやってくれたんだけどもやってみたらあのやっぱり次の世界が見えてくるわけですよほんで興味を持ってくださったね視聴者さんもいらっしゃいますんでですぐに動画アップロードしたんですけども早速コメントもついてますんでねまあまあよかったんじゃないかなと思いますまあここまでねお膳立てしないと人は動かないもんなんですよねでここまでやってもありがとうございましたで終わりなんですよ その方は自分が欲しいのはどんどんもらうけどもたくさんのことをしてもらったり恩を受けても美タ一も払わない人なんだと思いますまあでもそういうことはね私の損得では測らないですその人がそれで得をすると思えば得をすればいいと思いますしきっとこういうことではね成り立たないんじゃないかなと思いますけどももしかしたらなんとかやってのけるかもしれませんのでねえー、せこせこということは私はないかなと思いますまあ思う通りにやってみたらいいんじゃないのってことですよね 今更ね、その人に課金しても、私も別にどうってことないですね。そういう意味でやったわけではなくて、やっぱり小さな挑戦をしてほしいなと。将来的に1000万売ろうが1億円売ろうが、最初の1回のアウトプットから始まってるわけですよね。で、その小さなアウトプットをやめるのか、それとも1億円掴むまで続けるのかっていう差があられるだけかなと思います。 まあ,あ、今回ね、顔出ししたことによって、もう顔出しの抵抗はないと思います。次の世界が見えていけ,いけたんじゃないかなと思います。小さな一歩から、次なる小さな一歩。そして積み重なって、大きな距離が動き始めるんではないかなっていうところですね。えー、それでは、いってらっしゃい。